大根が失敗した、栽培初期に注意したい害虫を3つご紹介していきます。大根は葉が大きくなれば安定して成長する野菜ですが、栽培初期の害虫被害には要注意です。気をつけたい害虫ご紹介していきます。1つ目、大根ハムシです。土の中にいる卵が孵化して幼虫になり、大根の葉っぱを食害してしまいます。また成虫になっても同じように葉っぱを食害するという、多岐にわたり大根の葉の上で生育して食べ尽くしてしまう虫です。2つ目、アブラムシです。おなじみのアブラムシですが、9月10月になってくるとぐーんと増えてきます。早めに落とすようにしてください。3つ目、シンクイムシです。本葉が出てから初期の段階で芯の部分を食害してしまいます。生育が止まってしまい、肥大することがなくなってしまいます。種をまき直すしかありません。早めに被害を見つけて除去するようにしてください。大根の初期の害虫には十分注意してください。またね。